ブエナスノーチェスというところで、やってまいりましたけども、ゲームクリエイターズギルドエキスポ2020、甲子園受賞式、この番組は、7月から開催しているゲームクリエイター甲子園2020の受賞式を生放送でお送りしております。番組の後半を一緒に盛り上げてくれるのは、VTuber のゆずはさんです。はい、ゆずはです。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。これまでいかがですかね。いっぱいゲーム出てきましたけど、全部面白そうですもんね。全部面白そう、全部やってみたい。やってみたいですよね。はい、もう終わったらやりたいな、これ。で、ここでちょっとお知らせがありまして、順次ですね、ゲームクリエイターズエキスポのホームページには、エントリーしている作品が、続々とですね、このエキスポが終わった後も、作品がアップされる予定となっておりますので、もしかしたら、やりたいゲームが遊べるかもしれないっていうのがなっております。はい、ぜひぜひプレイお願いいたします。はい、はい。あ、来ましたね。早速、3問目のクイズの、発表と、当選者の発表と、回答の発表と当選者を発表させていただきます。はい、はい。3問目のクイズって、何でしたっけ。就活か、就活を、うちの事業部がですね、ゲームクリエイターズギルドが、展開している就活のサービスは何ですかっていうのはクイズでした。3問目のクイズは、セーブデータですね。はい、セーブデータというのが、正解となっています。こちらのですね、はい、3問目のクイズの当選者が、届きました。クイズの、3問目の当選者は、ツイッターネームが、ウゲイ、ピリオドさんですかね。ひらがなでウゲイピリオドさんです。ID がですね、ウゲイアンダーバー3274となっております。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。何当たるんですか。お、ありがとうございます。もろもろですね、5人の方が選ばれまして、中には商品にこちらが、ございます。お、任天堂スイッチライトですね。あと実はですね、これもありますね。これはちょっと別なんですけども、桃鉄もソフトも、商品でいます。すごい。あとやばいですよね、こちら。これ遊んで年末がっつりやってほしいですね。はい、いいですね。うん、で、あと、あと2問か、あと2問ございます。そしてですね、今から第4問を、発表させていただきます。ここで第4問目の、いきますかね。はい、クイズです。ででん。はい、第4問目、今のゲスト MC はというな問題が出ております。キャッいや、これ間違えるわけないですよね。間違えるわけないですよね。ないですよね、このね。いや、コメント欄どうですかね。激ムズとか出てますかね。はいはいはい、はい、やだやだやだ。そうですね、先ほどからちょっと二択の問題も続いてるんですけど、中にはこれは難しいといった声がたくさん上がっておりますね。これはまあもちろん間違えるわけではないっていうような感じです。はい、困っちゃいますね、間違えられたら。ねえ、せっかくね、まあ答えは分かんないですけどね。分かんないですけどね。分かんないですけどね、困っちゃいますね。はい、こちらクイズですね。ツイッター上でも、ゲームクリエイター甲子園公式アカウントから出題ツイートをしております。ゲームクリエイター甲子園アカウントをフォローの上、ハッシュタグ、GC 甲子園クイズと、ハッシュタグ、正解と思う回答ですね。こちらを出題ツイートに、ぜひリプでお願いします。プライでお願いいたします。結構あの引用リツイート等も見受けられましたので、こちらリプでお願いします。リプライ。はい、この問題の答えと当選者は、次のクイズのタイミングで発表させていただきます。また、リツイートすることで、当選確率もアップしますので、ぜひぜひお願いいたします。お願いします。はい、ちなみに私は答えてもいいんですか。あ、行っちゃいますか、これ行っちゃいますか。ぜひぜひ狙いに行っちゃおうかな。ぜひぜひ。どっちがいい、まあ、これ行っちゃいますか、これこれ。だから服の、色とも、そしたらマッチ。はい、というような感じですね。はい、そういうような感じでございます。ツイッターに真剣だったのですいません。ぜひ皆さんツイッターでね、つぶやくだけで豪華プレゼントもらえるチャンスなので。そうなんですよ、ぜひぜひお願いします。また僕ちょっとモグラが出ることですから、ね、危なかったです。はい、続いてのコーナーいけますかね。はいはいはい、次のコーナーは、学生 LT 大会パート3です。はい、学生 LT。
はい、今回の甲子園にエントリーしてくれた方でぜひ、自分の作品をアピールしたいという熱い学生さんが集まっています。パート1でも説明しましたが、今一度 LT 大会の説明をゆずはさんの方からお願いいたします。はい、はい、学生 LT 大会は自分たちの作品をもっとアピールしていきたいという熱意を持ったチームによる1チーム2分半ほどの時間で生プレゼンを行ってもらう企画となっております。はいはい、本日は3ブロックに分かれての発表をしていただきます。それぞれのブロック終了後、前半は青森凛子さん、後半はゆずはが LT 賞を選出して発表させていただきます。そして LT 賞を受賞したチームには商品が贈られます。責任重大だ。いやー、行くぜ、送っちゃうぜ。こっから送っちゃうぜ、送っちゃうぜ。はい、といったところで、はい、LT 会場につなげますかね。 OK、 はい、 OK ということです。それでは LT 会場につないでみましょう。八尾さん、声がない、ない、聞こえない、ワンワンワン、ああ聞こえてる気が。 OK、だから、はい、それでは、はいはい、学生 LT 大会第3パート始めていきましょう。まず1人目はチーム乗っ取り計画参謀の江崎さんによるパラサイティズムシューティングの発表です。よろしくお願いします。はい、聞こえてますでしょうか。あ、聞こえてます。大丈夫ですかね。はい、 OK です。では、チーム乗っ取り計画参謀のゲームパラサイティズムシューティングの発表を始めたいと思います。よろしくお願いします。このゲームはどういうゲームかというと、まあ、ちょっと変わった弾幕シューティングゲームになっています。いわゆる自分が操作するキャラクターは、敵を倒すことができません。さらに敵の攻撃を1回でも食らってしまうと一撃で死んじゃうぐらい弱な自キャラとなっています。しかし何もできないというわけではありません。敵を倒すことはできないにしても敵を気絶させることのできる弾を出すことができます。そして気絶した敵に、自キャラが触れることによって敵の能力を全部奪うという力を持っています。敵の体力だったり、敵が今まで使っていた攻撃に使っていた弾だったり、また敵の移動スピードだったり、全部手に入れるというゲームになっています。言葉ではね、ちょっと分かりづらい説明になっているのでね、実際にゲーム画面の映像を見せながら、説明していきたいと思います。画面の今中央下の方にいるカタツムリみたいなキャラクターが見えますかね。これが自分のキャラクターです。この状態では敵を倒すことができませんが、攻撃することによって、点滅して落ちてくる敵、これが気絶した状態ですね。それに自分が触れることによって敵が攻撃していた弾を使うことができます。例えば3発こう撃ってる敵に寄生すれば、3発同時に撃ったりするなどできますね。でさっき見てもらったら分かるように、1回寄生した状態でやられても、もう一度別の敵に寄生することによって、また再度寄生して能力を使うことができます。なので、敵に寄生し続けて敵に寄生し続けることができれば死なないゲームとなっています。まあプレイヤーによっては、寄生せずに、俺は一人だけで一発死でやるっていうモードもできます。遊び方はユーザー次第ということで自由に遊んでいただけたらいいなと思っています。はい、というわけで、以上で、チーム乗っ取り計画参謀のパラサイティズムシューティングの発表を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、パラサイティズムシューティングの発表でした。続きましてはチームカジカジゲームスの梶山さんによるロジカルロケッツの発表です。準備ができましたら発表をよろしくお願いします。はい、聞こえておりますでしょうか。はい、聞こえてます。はい、それでは早速、ロジカルロケッツの企画発表を始めさせていただきます。ターゲットは小学生を想定し、制作を行いました。それではよろしくお願いします。まずコンセプトを紹介します。今年度新しく、プログラミングという授業が、小学生を対象に導入され始めました。まあ、プログラミングといっても、
実際のプログラミングを勉強するのではなく、授業の中で論理的思考を育てるということが目的となっていますが、論理的思考って、日常的に鍛えないと養えないスキルなんじゃないかなと僕は考えまして、そこで、ゲームと組み合わせることによってさりげなく、そして楽しく、論理的思考力を育てられないかなと考え、今回の、企画を制作しました。続いてこのゲームの概要です。世界を蝕むエモーターという敵が、敵を不思議な物質ロジックを組み込んだロケットを使って倒していくというストーリーになっております。ロジックについては次のスライドで詳しく紹介します。ロジックにはムーブロジック、そしてエフェクトロジックの2種類のロジックがあり、これを組み合わせることによってですね、ロケットを誘導して敵を倒していくということになっております。ムーブロジックはロケットの移動を司っており、組み込んだ通りに移動してくれます。しかしムーブロジックだけでは移動できない場所が、フィールドのには存在しています。そんな時に大活躍するのが、エフェクトロジックになります。例えば右の図のようにですね、炎で先に進めないとなった時に水のロジックを組み合わせることによって先に進めるようになります。はい、そしてこちらがゲーム画面のイメージ図になるんですが、工夫した点としてはちょっと細かいところではあるんですが、小学生を対象にしている作品なので、漢字に随時振り仮名をつけるなどしてできるだけ読みやすく、文章を読んでもらうという工夫をしています。はい、で、最後に論理的に考えるというのは比較的難易度の高いことだなというふうに考えています。そこで、エラー原因を表示することによってですね、それを、元に試行錯誤してそれを、クリアする、この成功体験っていうのはですね、このゲームの一番の面白いところなんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで最後になりましたが、これで企画発表終了します。ありがとうございました。はい、梶山さんのロジカルロケッツの発表でした。続きましてはチームスライムの福田さんによる、プレデター&レッグの発表です。準備ができましたら発表よろしくお願いします。はい、画面の方見えておりますでしょうか。はい、見えてます。はい、では、始めさせていただきます。セルス探索ホラーゲームプレデター&レッグの LT を始めます。左下の QR コードから GC 甲子園の応援するボタンを押していただいて投票ツイートをぜひしていただきたいなと思います。こちらのゲームはプレイヤーが盗難信号を受信したところからゲームがスタートします。このようにプレイヤーに対して、ゲームのあらすじ、宇宙ステーションでどういったことが起こってしまったかといったことを、知ることができます。テーマは捕食と破壊、原因不明の爆発事故が発生した宇宙ステーションが舞台です。捕食と破壊を繰り返すエイリアンを回避し脱出を目指します。このゲームではエイリアンがマップを常に徘徊しています。プレイヤーはエイリアンの足音を聞き分け、位置を推測、遭遇しないように物陰やこのようにロッカーに隠れながらゲームを進めていく必要があります。発見されると追跡されてしまいます。捕食されてしまうとゲームオーバーです。次にゲームの進行についてご紹介します。このゲームでは PC を通してさまざまな情報を集め、マップに散りばめられたキーを拾い、シャッターを開放していきます。このようにマップのあちこちにカードキーが散りばめられています。そしてゲームにはさまざまな謎解き要素があります。こちらは植物プラントを上げ下げしてプレイヤーの通行を可能にするというギミックです。次は三原色の薬品を調合し、汚泥からカードキーを取り出すというギミックになります。最後はエイリアンが機材を破壊している間に脱出スポットにエネルギーを注入するギミックです。とてもハラハラします。このように長押ししてエネルギーを注入します。エネルギーが充填されたロケットで脱出すると、ゲームクリアとなります。重ねてになりますが、投票の方まだまだ受け付けておりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。
以上で LT を終了します。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。福田さんによるプレデター&レックの発表でした。続いてはチーム東平重工の木内さんによるマークとブロックプレスの発表です。よろしくお願いします。はい、ご紹介に預かりました、チーム東平重工とアウフヘーベンの、2つの、作品でエントリーしています。キルと、申します。画面共有失礼します。はい、2つのね、ゲームを紹介するので、急ぎ足になるかもしれないんですけども、ご了承ください。はい、まずブロックプレスの方なんですが、こちらは、プレイ人数2人のジャンルパズルアクションでテトリスのシステムを活用した非対称型のリアル対戦ゲームとなっています。こちら3人チームで約2ヶ月の、制作で、作り上げた作品となっています。そして、こちらがプレイ動画に、なるんですけれども、ブロックを落とす側の、ブロックを落とす側がパズルとなってまして、それを避けるキャラクター側が、アクションの要素となっています。こちらゲームバランス、企画、ゲームデザインともに、自分がすべて、担当しまして、まあ、楽しく遊べるような、内容のゲームシステムとなってます。まあ、駆け引きが結構ね、問われるような内容のゲームで、プレイヤースキルも、左右される内容のものなので、ぜひね、一度は遊んでいただきたいです。こちら、今現在プレイ動画流してるんですけども、ブロックを落としてる側が、私がやって、もう一人、避ける側でもうちょい上手い人と、対戦をして、まあ、こういった形で白熱した戦いが、楽しめる内容のゲームとなっております。はい、そして、次に、マークスの方なんですが、こちらは私一人で制作した企画書のみの作品となっております。画像認識技術を使った、まあ、GPS を使用しないウォーキングゲームという形の、ゲームとなっています。まあ、交通標識から手に入る様々な武器を使って敵に挑もうといった形の、ゲームですね。はい、内容としては、まあ、最初の2枚はこっち、こういう形で、まあ、この2つに、興味を持った方はこちらの QR コードから読み取って、見ていただければなと思います。まだまだ6時半まで、投票がありますので、いいなと思った人は、応援していただければと思います。そしてもっと知りたい方は、私の Twitter だったり DM だったりって言ってもらえれば、いろいろ見せます。企画書だったりゲーム作品だったり、そして、まだ私、就活中なので、頑張って就活中ではあるんですけども、声をかけていただければなと、思います。以上で LT を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。キューツさんによるマークスとブロックプレスの発表でした。続いてはチームクールジャパンのニーノさんによる、シンギュラリティの発表です。準備ができましたら発表よろしくお願いします。はい、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。はい、じゃあ、チームクールジャパンの、発表を始めさせていただきます。私たちはシンギュラリティという題名の高難易度の 3D アクションシューティングゲームを制作いたしました。コンセプトとしましては、絶望的状況を創意工夫で覆すというものになっています。ストーリーとしましては、近未来を舞台に霧が突然世界を覆い、同時に人間たちが作った機械たちが暴走し人を殺し始めました。家族を守ろうとした大人たちが、死んだため、子どもたちが世界に残され、子どもたちは自らを守るために武器を持ち戦わないといけなくなったというようなストーリーになっています。そして、今回プレイヤーが操作するキャラクターも子どもです。現在、実際のゲーム画面が映っていると思うんですけども、ちょっと配信画面だとカクつきが、ありますので、残念ながらプレイ画面でやりたかったんですけども、こちらからは、今回からは今回プレイ動画を見せながらプレゼンしたいと思います。そしたら切り替えの方をお願いいたします。はい、ここからプレイ動画、を見せながらに、プレゼンします。今回こだわった点がいくつかあり、まず大型機械が登場するのですが、プレイヤーが一目で見たときには、すぐに、強そうや怖いなどのイメージを持つようなグラフィック、そしてド派手なモーションエフェクトにこだわり、逆にプレイヤーは子供なので、機敏な印象のモーションを意識しました。マップは、近未来で、機械により人間たちが少なくなっているので、荒廃した世界観をイメージしたものを意識し、ほとんど、アセットを使わず制作いたしました。そして、ストーリーにありましたが、霧なんですけども、ゲームにも、霧が常にかかっています。理由としましては、Apex、荒野行動などの、シューティングゲームでは相手よりも先に相手を見つけるということも醍醐味であり、緊張感をもたらすものだなと考えましたので、今回、
このゲームでも、オフラインなんですけども、相手を先に見つける緊張感を出すために切りをかけて敵を見失い、やすくしました。これにより緊張感をうまく出せたと思います。そしてプレイヤーは高難易度で強大な敵に対抗するために機敏なアクション、アイテム、地形などを駆使して挑みます。これらをうまく活かし創意工夫することで有利に戦います。これがこのゲームのコンセプトである絶望的状況を創意工夫で覆すというところにつながります。最後になりますが、今回のゲームクリエイターズ甲子園を通してフィードバックや意見をもとに説明不足であったことをチュートリアルで解決したり、ゲーム中でも操作説明を見れるようにしたり、ミニマップ実装やバグ修正に努めました。以上で私たち、チームクルジャパンの発表を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ニーナさんによるシンギュラリティの発表でした。続いてはチームお布団暮らしの桐沢さんによる4人よれば生存の知恵です。準備ができましたら発表よろしくお願いします。すいません、打楽器の方です。打楽器の方です、はい。お布団暮らしの桐沢さんによる打楽器の発表です。よろしくお願いします。一旦、はい、このまましばらくお待ちください。どうでしょう。はい、少々お待ちください。これはあれですね、想像力が鍛えられる感じでしたね。確かに、まあ確かに Zoom のとかね、使い方がまだまだやっぱりちょっと慣れてないところもありまして、僕もちょっと使い方があんまり慣れてなくてですね、あの顔がドアップで映ったりとか、ね、あの映したくないなと思って全然 Zoom わかんないです。ディスコードばっかりで。なるほどなるほど、やっぱディスコードが普段使われ、あ、大丈夫ですかね。お、はいはい、大丈夫でした。じゃあ復活をしますかね。はい、じゃあ矢尾さんお願いします。戻します。それではすみません、もう一度、紹介からいきたいと思います。チームお布団暮らしの桐沢さんによる、打楽器の発表です。よろしくお願いします。はい、これから発表を行わせていただきます。チームお布団暮らしです。よろしくお願いします。ゲーム紹介とこだわりについて説明させていただきます。まずゲーム内容です。私たちは打楽球というゲームの開発を行いました。このゲームのコンセプトは、意外に知らない単語の意味を知ること、そしてタイピング技術の向上です。そのため主なターゲットは40代以上を想定しております。このゲームはニュース単語を穴埋めするタイピングクイズです。タイピングクイズとは、空欄に当てはまるニュース単語を選択肢の中から選び、タイピングすることで回答するクイズゲームです。入力するキーが光ることにより、パソコンを触らない人向けにサポートを行います。ヒントには正解である単語の説明が書いてあり、もし間違えた場合でも正解するまで回答を続けることができます。さまざまな分野のニュース単語を使用した問題が収録されており、勘違いしやすいニュース単語の意味を多数学ぶことができます。以上でゲーム紹介は終わりです。次にこだわりについて説明させていただきます。背景、BGM などはすべて自主制作をしており、背景はニュースライターの部屋、クイズ出題画面はニュースのテロップなど、ニュースを意識した素材を制作、使用しております。結果として雰囲気の統一が図れており、ゲームとしての完成度が高まりました。次のこだわりです。楽しいと同時に学びを得られるようにと考え、ゲーム開発を行いました。具体的にはクイズに正解すると同時にタイピング技術の向上、単語の意味を学べる、この2つの学びを得られるようになっております。最後のこだわりとして UI を書かせていただきます。こちら打楽球の開発中の UI をまとめたものになっております。まず1枚目から2枚目で仕様変更があり、問題文の位置が変化いたしました。2枚目から3枚目では問題文、選択肢、ヒントの素材と位置をすべて変更し、3枚目から4枚目ではUI サイズを変更することにより、さらに洗練された UI になっていることが見ていただけると思います。このようなこだわり意識し制作したゲームです。プレイしていただけると幸いです。以上でお布団暮らしの発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。桐沢さんによる打楽球の発表でした。最後はチームリロードの下田さんによる作品、リロードの発表となります。準備ができましたら発表よろしくお願いします。はい、画面映ってますでしょうか。はい、大丈夫です。はい、じゃあ、プレゼン始めさせていただきます。プレゼンターの下田です。よろしくお願いいたします。
早速ですが、もし他人にぶつかったりとか、アイテムを投げられたりとか、一切干渉されないレースゲームがあったりしたら皆さんやりたいですか？自分はそのぶつかったりするのって事故だと思うんで、良くないとは思うんです。なので、そんな自分が考えた、ぶつからないレースゲーム、リロードの紹介をしたいと思います。説明としましては、やることはコースを2周走るだけです。ただその中で、タイムですね、これはまあレースゲームなので当然ある、まあ、2周する時間がどれぐらいかかったかっていうところで、より早くゴールするっていうものでタイムがあります。そしてもう一つこのゲームならではの要素、一致度というところで、1周目と2周目の軌跡の一致度が同じであるほど高得点っていうところで、これを、詳しく説明させていただきます。これが、実際想定しているゲーム画面なんですが、このゲームでは磁気である車が走ると、車の後ろに軌跡が出るようになっています。で、2周目はこの軌跡をなぞるようにして走ると、一致度のスコアがどんどんと上がっていきます。で、このスコアが高ければ高いほど一致度は、スコアが高く、またタイムは短ければ短いほど、スコアが高いっていうゲームになっています。で、この2つ要素があることで、まあ、タイムは、早く走る分、その分慎重な操作っていうのがやりづらくなります。なので、なぞるっていうところがとてもやりづらいです。逆に、まあ、一度の方を重視すると、慎重な操作が必要になるので、タイムっていうところがとても長くなってしまいます。この2つをプレイヤーがこう見極めつつ、どちらを重視するか、またバランスよく取るかなんてことを考えながらプレイするレースゲームが、私が考えたリロードというゲームになっています。いかがでしたでしょうか？今の、これでプレゼンを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。下田さんによる作品、リロードの発表でした。はい、学生さんの発表は以上となります。皆さんお疲れ様でした。では一旦スタジオにお戻しします。はい、というところで、3ブロック目にしてまたまた、激アツなプレゼンばかりとなりました。はい、はい、いかがでしたかね、ゆずなさん。いや、すごい、なんかプレゼンを受けてちょっと今、すげーってなってますあんまり人からプレゼンされることってゆずは VTuber やってるとないので。なるほどなるほど。そう、あ、プレゼンだと思ってちょっと新鮮でしたこれがプレゼンかみたいなこれがプレゼンかーって、うんうん、はいはい。あ、やばめな、激アツのゲームが、プレゼンが終わりました。そこでですね、3ブロック目、最後のブロックですね、こちらの優勝者を、ゆずはさんから実は教えていただきたいと存じております。うひょー、もう真剣に聞いてましたよ頑張ってそうですね、皆さんなんか動画を使って2分半にぴったり収まるように工夫されていた方とかいらっしゃいましたし、はい、スライド使って丁寧に説明されていた方もいらっしゃって、すごかったなって思いました。で、ゆずはは東平重工、ちょっと待ってメモが適当すぎてごめんなさい、はい、4番目の発表の、はいはい、東平重工さんの、はい、マークスブロックプレスの発表、はい、こちらが一番熱かったかなと思いました。うん、ということは、LT 大会3ブロック目の、はい、優勝者は、東平重工のキューチさんですかね。はい、キューチさんによるマークスブロックプレスとなります。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。やっぱり決め手はあの、うん、インパクトですかね、初手の。まあ、インパクト強いですよね。マスクかぶってらっしゃいましたからねで、あの、それで、あ、声がこもってるな、ちょっと聞き取りづらいな、残念だなって思ってたら急に声がクリアになったんですよ。外しましたね、あれ。外しましたねはい、完全に。ちょっとそこが面白くてやっぱりあの動画、あの紹介動画というかね、 PV では伝わらない、うん、やっぱプレゼンならではのそういったところでも、評価いただけたっていうのがね。はい、うん、はい、おい、ということで、木内さんには、商品が送られます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ハキハキと喋られててすごかったです。すごかったですね。みんなすごい、本当にすごかったはい、以上で、学生 LT 大会が、3ブロックですね、すべて終了いたしました。
皆さんの熱いプレゼンが、画面の向こう側にも届いたかと思います。はい、皆さんお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。いいですね、プレゼンされるとなんかやりたいって思いますもんね。確かにもうめちゃめちゃやっぱりその皆さん の, あの思いのこもったところをこうバチンとぶつけてもらえるんでね、めちゃめちゃやりたくなっちゃう、うん、はい、おい、では次のコーナーにね、はい、はい、次は、企業賞発表パートとなります。今回講習に参加していただいた、企業様のご紹介と、企業様より選ばれた作品の、発表を行っていきます。企業紹介は、プチ会社説明会として見ていただけると、学生の皆さんの就活の第一歩になるのではないでしょうか。はい、じゃあ、企業のご紹介をユーザーさんからお願いいたします。はい、それでは早速ご紹介いたします。株式会社ドリコム様です。 VTR どうぞ。はい、ではドリコム賞の発表です。はい、ドリコム賞は、特進研究所のボルカノンです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ドリコム様からは、次のようにコメントをいただいております。ハイテンポかつ、多彩なアクションを、シンプルな操作で成立させている点が素晴らしいです。世界観が個性的かつ、魅力的で完成度も高いと思いますというようなコメントをいただきました。はい、はい、あ、確かにですね、この今プレゼン動画でも流れている通りですね、もう本当に販売されてて結構あの普通にもう普及しているというかね、あのプロがガチガチに作ったようなゲームかなと思う、見間違えちゃうようなボルカノンですね。いや今そう言われて、え、そうなの、え、販売してるのって思っちゃいました。めちゃめちゃクオリティ高いですもんね。クオリティ高いです。うん、主人公が、はい、うん、サラマンダーの女の子ですね。で、お母さんのために旅をしているというような設定です。はい、うんうんうん、背景も奥行きがあって、うん、世界がどんな感じになってるかって引き込まれてますね。気になりますよね。うんうん、結構なんかプレイの感じも結構爽快感がありそう。うんうん、スティック倒すだけでこの爽快感すごいですね。はい、すごいですよね。やってみたいですね。ですね。人がやばいといった、ところで、特進研究所さんおめでとうございました。ドリコム賞でした。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。続いての企業様の、ご紹介をお願いいたします。はい、次の企業様は、あ、読めないぞ。ごめんなさい、 F4 サムライ様で合ってますか。ユーザーさん、次の企業様をご紹介をお願いいたします。読めない、読めないです。合ってます。今ので合ってます。 OK です。はい、F4 サムライ様失礼いたしました。 VTR どうぞ。はい、どうぞ。はい、では F4 サムライ賞の発表です。 F4 サムライ賞はオンプロダクションのクラビティです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、クラビティ強しですね。強いですね。強いですね。これで一応 5回目ですかね。5回目ぐらいの、受賞というような感じでございます。もう見慣れましたね、この PV も、ね。はい、F4 サムライ様からは一応次のようにコメントをいただいています。はい、F4 サムライ CTO 松野です。この度は受賞おめでとうございます。全ての作品を、一つ一つ拝見させていただきました。どの作品もそれぞれ個性があり魅力を感じました。今回の選定では、弊社が強みとしている世界観作り、新しいユーザー体験、スマートフォンゲームといったキーワードを重視いたしました。オンプロダクションが、作られたクラビティにおいては、海の中という世界観に対して、キャラクターや、デザインに統一感がある点や、ゲームシステムにも新規性があり、スマートフォンゲームにもできそうな点に非常に魅力を感じまして、F4 サムライ賞に決定させていただきましたとコメントをいただきました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、確かにね、あのスマホゲームが強の会社でいらっしゃったので。確かに確かに、名前読み間違えたのも気にしてます今。はい、あの F4 サムライ様ですね。はい、はい、失礼いたしました。おい、あれ。いやいや、はい、ありがとうございます。と
といったところで、はい、お次は審査員賞の発表となります、はい、今回、甲子園に参加していただいた審査員の方に、それぞれ賞を決めていただきました。はい、早速作品の発表を行いますので、まず最初の審査員の方のご紹介を、ゆうざさんお願いいたします。はい、それでは最初の審査員賞ですね、はい、スタジオ Z 株式会社の井上裕太様です。イエーイ、見てる VTR どうぞ案件もらったんです。はい、はじめまして、今回審査させていただきました、スタジオ Z 株式会社の取締役井上と申します。テキカラスでディレクターやってます、フォアシです、よろしくお願いします。はい、今回弊社が選ばせていただきましたのはカラーオーバーラップという作品です。おめでとうございます。はい、で今回選ばせていただいた基準といたしましては、弊社、パズルゲームを開発企画やっておりますので、まあ、そちらを基準に審査させていただきました。はい、ゲームとしても、アクション性だったりとか、まあ、いろいろ考えられてるなっていうところと、あとはまあ世界観も、ちゃんと作り込まれていて、なかなか、いいゲームだなと思いました。もっと、いいゲームにするために、まあ、色弱の方だったりとか、まあ、そういうのも、考えて、色味だったりとか、まあ、そういうのも、考えるともっといいゲームになれるかなと思います。今回も冒頭で、まあ、12歳っていうところで、まあ、まだ若いながらここまで作り込めるのかところで、まあ、スタジオ Z 内メンバーもみんな驚いて見させていただいたんですけども、まあ、これからどんどん、まあ、楽しい企画、楽しい開発を通して、まあ、素晴らしいゲームを作っていってもらえたらなと思います。はい、で今回おめでとうございました。ありがとうございました。はい、といったところで、レオニャルドの、カラーオーバーラップ受賞おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。あの噂の12歳ですよ、レオニャルド、うんうんうん、はい、で2作目の受賞となっております。やばいですね、やっぱりやばいですね、天才ジャラール、来てますね。やっぱすごいのがこの色の三原色からまた着想を得て、それをまあ掛け合わせてまた新しい色を作って、それを使って解いていくみたいな、いや僕にはもう全く思いつかないような発想をされてますね、レオニャルドさんは。すごいですね、てかすごいストーリーもちゃんと作ってある、すごいな、ね、めちゃめちゃ可愛いイラストとともにですね、ストーリーも作り込まれておりまして、すごい、さすがです、要チェックです。レオニャルドさん、はい、はい、レオニャルドさんおめでとうございました。井上裕太賞でした。はい、また案件お待ちしております。はいはい、一旦広告を挟んだところで、はい、次の審査員賞をユーザーさんお願いいたします。はい、それでは次の審査員賞は株式会社オルトプラスゲーム事業部執行役員本間俊彦様です。 VTR どうぞ。オルトプラスゲーム事業部の執行役員を務めてます本間と申します。今回審査、私の方からですね、審査させていただいて、表彰したい作品がですね、ワニキューブという作品です。でこちらの、まあ、初めワニってなんだよっていうところから、まあ、ゲームやってみたんですけども、結構そのワニを、四角いキューブのワニをですね、ゴロゴロ転がして遊ぶようなゲーム性のタイトルになってまして、結構あのデザインもかなり可愛く仕上がっていて、で、まあ、世界観とそのキューブの見た目とかもかなりマッチして、なんかパッと見面白そうだなっていう内容でした。で実際あの、まあ、でも結構簡単そうな、あのシンプルなゲームデザインかなと思ったけど、実際やるとですね、意外と難しくて頭使うところもあったんで、その辺のギャップが結構魅力だなというふうに感じてます。でただですね、まだまだこれから発展途上で、改善余地がたくさんあるゲームかなと思ってます。触り心地だったりとか、カメラの制御だったりとか、まあ、そういったブラッシュアップをしていくと、まあ、もうちょっと、まあ、面白くなっていくし、すごく化けていくのかなっていう、そういうあのこれから伸びていくんじゃないかなっていうところが、一番自分の中では評価したポイントになってます。私がもともと開発の人間っていうのもあるので、まあ、この題材でしっかりあのもの作り上げられたらちょっと面白そうかなっていうような観点で選ばせていただきました。はい、これからもあのゲーム作りの方頑張っていただきたいので、ぜひぜひ、はい、頑張って、いい作品作ってもらいたいと思います。じゃあおめでとうございました。はい、というところで、ワニボックスのワニキューブ受賞おめでとうございます。おめでとうございます。
ゆずは、これ実況で遊ばせていただきましたよ。お、いかがでしたか、ワニキューブ。なんかね、すごくシンプルなんですけど、うんうん、頭使うところでは使うし、はいはい、なんかね、一人で黙々やり込みというか、あ、やってたいなっていう感じでした。わかる気がしますね、これは。本当なんかサイをちょっと演奏しましたね、これ。やってる姿を見て、昔のプレスのゲームのこうサイコロをガチャガチャって転がしてって、こうなんかやっていくみたいなの勝手に演奏したんですね。ただゲームシステムは全く多分違う違うんだ気がしますが、はい、結構、まあ、これ本当にね、頭使いますね。数学得意な人ってもしかしたらこれいけるんたりするんですかね。多分そうだと思います。ゆずははめっちゃ苦手なんで大変でした。いやー、僕ももう完全文系 なんでね、もう全く分からなかったです。はい、まあでも得意な人はもうバリバリに得意、解いていけるんじゃないかなと思います。はい、というところで、ワニボックスさん、おめでとうございました。本間俊彦賞でした。おめでとうございました。ありがとうございます。はい、続々といきましょう。ゆずさん、次のご説明をお願いいたします。はい、次の審査員賞は、はい、株式会社オルトプラスゲーム事業部エヴァンジェリスト大橋義文様です。 VTR どうぞ。株式会社オルトプラス、ゲーム事業部エヴァンジェリストの大橋と申します。早速ですが、私の方で選んだ審査員賞の、発表になります。私の方で選んだ作品は、キューブクローンズになります。選んだ理由ですが、たくさんのユーザーが熱中してプレイするイメージができた作品を選ばせてもらっています。キューブクローンズに関してはシンプルですが非常に完成度が高く、幻想的な世界の中で頭を使うことに没頭するというコンセプトが、おそらくリリースのタイミング、作り始めたタイミングからリリースまで、しっかり体現されていて、私も夢中になって、プレイできる作品でした。リリースされたら、個人的にもプレイすると思いますので、リリースを楽しみに待っています。おめでとうございます。はい、ということで、チーム名ユージの、キューブクローンズ、受賞おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、もう色の使い方からもうやっぱり才能に満ち溢れてるような気がしますね。はい、そうですね、色の使い方から。はい、多分さっきも、はいはい、このゲーム多分サブチャンネルの方でも多分遊んでいたんじゃないかなと思います。これ遊んでましたよね、うんうん、結構盛り上がってたんじゃないかなと思います。はい、まあ、ワニキューブに続いてまた頭を使うようなゲームが続いておりますが、ちょっと、僕みたいな若にはちょっと時間がかかりますね、クリアするのは。はい、でも皆さんこう時間ですね、こうやってゲームを遊ぶときにこういったゲームも、アクションとかではなくてパズルゲームも、皆さんやってみてはいかがでしょうか。はい、といったところで、ゆずさん、はい、おめでとうございました。大橋義文賞でした。おめでとうございます。はいはい、はい、では次の審査員の方のご紹介をお願いいたします。はい、次の審査員賞は株式会社 Are You Ready、代表取締役村山君志郎様です。 VTR どうぞ。 Are You Ready?合同会社の代表やってます村山と言います。よろしくお願いします。今回結構な数を見させていただきながら、僕らの会社でやっているのが、ファンビジネスであるということと、あと音声のビジネスとかもやってますので、そのあたりの観点から、作品を見させていただいてました。でうちの会社が今提供しているサービスが、アイドルのアラームアプリケーションでしたりとか、あとキャラクターのアラームアプリでしたりとか、そういうものがあったりとかしてですね、いろいろその IP に対してついているお客さんに、商品展開していくものが多いので、そのあたりの知見とかある中、いろんな作品見させていただいて、コアなファンが好きそうだなという思う作品に対して、票を入れるような形で考えて見てました。で今回、金目町さんの作品がめちゃくちゃいいなと思いまして、票を入れさせていただいたんですけども、ポイントとしてはまずターゲットを明確に設定されていて、でそれに合わせたキャラクターをご自身で作られているっていうところがめちゃくちゃいいなと思ってまして、でそれに加えてご自身で、音楽とかシナリオとかも含めて作られている点と、それらをなんか総合的にそのゲームプレイして体感できるような世界をそこに構築されているところっていうのにすごく惹かれてます。
で、ゲームプレイをお客さんにしていただく中で、そのキャラクターとのコミュニケーション、その会話もそうですけれども、なんか一筋縄ではいかないようなそのキャラクターの絡みでしたりとか、メインどころのキャラクターたちのその絡ませ方みたいなところにも工夫されていて、それをゲームプレイするお客さんが体感しながら、ゲームクリアまで楽しく進めるんじゃないのかなと思いまして、その点を大きく評価して今回入れさせていただきました。完成楽しみにしてます。はい、ということで、トカゲの隔離町、受賞おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、あ、すごい、うん、すごいですよね、こちら、うんうん、あ、そうそう、一つ、ネタがありまして、制作者の方ですね、はい、こちらの方がもともと漫画家志望のやっぱり方だったみたいですね。で、小回りが、下手すぎて、ゲームに転向しましたというような、コメントをいただいております。確かにこのイラスト一枚絵ですもんね、こちら。はい、使ってますね。はい、やっぱりイラストが得意な方でもまだこういった感じでゲームに転向される方もいらっしゃるようなようです、うんうん、はい、トカゲさんおめでとうございました。村山くんしろ賞でした。はい、続いていきましょうか。伊沢さんお願いいたします。はい、それでは次の審査員賞は株式会社プロジェクトホワイト執行役員営業企画部長兼商品企画部部ん？ごめんなさい。商品企画部部長駒形和則様です。 VTR どうぞ。はい、こんにちは、つくもの駒形です。つくもはですね、パソコンパーツの専門店で、弊社のオリジナルの G ギアはですね、ゲーム開発者さんやクリエイターさんに大人気な、パソコンなんかも、出しております。専門店でございます。よろしくお願いします。今回、つくも賞に選出させていただいたのは、ザ・モンスターズ・ガンズです。私がですね、インディーズゲームが非常に大好きでですね、特にドット絵、横スクロールゲームにそもそも目がないんですけども、今回のモンスターズガンズはですね、とにかくドット絵で横スクロールということで、私の趣味も、がっつりハマってますし、ゲーム的にもね、非常に成立をしておりました。特にですね、AI で のサブキャラクターがね、連なってるっていうところも非常にユニークだと思いますし、そういったところも気に入ったので選出させていただきました。よろしくお願いします。はい、というところで、フィルラボのザ・モンスターガンズ、はい、受賞おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。お供と一緒に行くんだ。可愛らしいですね。確かに、こちら、あ、来ましたね、コロナ禍、あ、なるほどね、うんうん、コロナ禍なので一人でもマルチプレイ感を出したいところで、うん、このお供システムを採用したそうです。確かにまたこの状況だからこそ生まれたような感じですね。可愛いですもんね。友達と遊びたいですよね、うんうん、遊びたい、確かにこういった感じで、2P みたいな、ね、感じで一緒にやってくれるっていうのは一人でもなんか友達とやってる感が出て結構楽しいかもしれないですね、うんうん、ですね、うん、いいと思います。はい、というところで、フルラボさん、はい、おめでとうございました。おめでとうございます。はい、駒形かのり賞でした。わー、駒形さん、はい、あ、来ましたね、いよいよですね、青森凛子さん、前半の青森凛子さんに続きまして、ゆずはさんも審査員として参加していただいていることですね。はい、お、来ましたね。全部やっぱり面白い作品でしたね。そうですね、はいはい、全部面白い作品ばっかりで、そう、ユサハも実は審査員賞ではある、うん、審査員ではあるんですけれども、はいはい、とてもね、うん、決めるのが大変なぐらい全部興味深い作品でしたね。あ、やっぱりですね、青森凛子さんの方も俺賞を決めるときに団長の思いだなっていうような感じで、あ、これは俺が言ったんだっけ、団長の思いっていうのは、はい、やっぱ決めかねておりましたので、はい、ユザさん、ちなみに、このギリギリの、まで悩まれたということで、どういった基準で選ばれたんでしょうか。そうですね、ユザハもやっぱりリンコちゃんと同じく配信者で、配信者なので配信映えする作品を選びたいなと思って、はい、なるほど、こうガサガサと漁らせていただいた感じですね。はいはい、で、こうバツッとこう悩まれた中でも、あ、ここだっていうのがあった感じですかね。うん、うん、そうです、はぁっつって出会ってしまったみたいな感じですかね。出会ってしまった、はいはいはい、楽しみです。それではあれですかね、はい、今回選んだ作品はユーザーさん激推しの作品ということで、
本人から、ゆずは賞を発表していただきましょう。はい、それでは発表させていただきます。ゆずは賞はダランディ製菓バブルパフです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ダランディ製菓のバブルパフが、ゆずは賞に、輝きました。おめでとうございます。はい、このアニメーション可愛い。はい、食い気味やっぱそうですよね。いやもうただただね、このアニメーション普通に見ていたいというのがまずありますね。可愛い。でこれ、これですもう、うん、あ、そうそう、こっからこっから可愛いんですよね。でフグにこのポチって名前をつけるセンスですね。可愛い可愛い、ポチちゃん可愛いですね。うん、こちらがやっぱりですかね、配信映えをするような感じ、あのゲームかなっていうような感じで出会ってしまったゲームですかね。そうですね、うん、あのこのアクションゲームっていうか、この辺の可愛さとアクションゲームが決め手でした。うんうん、確かに確かに。死んでも怖くない。確かに確かに、あのあ、やってますね、やってますね。可愛い可愛い可愛い、可愛い。はい、といったところで、バブル、ダランディ製菓のバブルパフが、ユーザー賞に輝きました。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。コメント欄にいらっしゃいますね、多分ね。はい。おい、といったところ、学生ルッティはもう終わりましたね。もう終わりましたね。はいはい。といったところで、はい。次の企業様は、ゲームクリエイター甲子園に協賛いただいている、株式会社ワコム様です。株式会社ワコム様からは、特別協賛として、ペンタブレットの、ワコムインティオスプロミディアムが贈られます。豪華。うん。ペンタブレット贈られちゃいますよ。はい、それでは、VTR 大丈夫ですかね。はい、それでは VTR をどうぞ。はい、皆さんこんにちは。株式会社ワコムの、トドロキと申します。ゲームクリエイター甲子園、皆様ご参加をいただきありがとうございます。今回特別協賛として、参加させていただいております。改めまして、ワコムのトドロキと申します。で、私ワコムの中ではこういう役職をしてまして、まあ、いろんな企業さんとのコラボレーションだったりとか、開発あるいは作品におけるこう、ツールの検証だったり、あるいは企画協力など、まあ、幅広くいろいろとお手伝いをさせていただいております。今回はあの審査員としてですね、参加するさせていただくということでですね、非常にちょっとあのびっくりもいたしましたけども、普段いろんなあのトップクリエイターの方々の、作品や現場で関わらせていただいているので、僭越ながら、今回審査にも参加させていただきました。それでは審査員賞としてワコム賞を発表したいと存じます。選考基準としてはゲーム作品におけるビジュアルや世界観、キャラクター造形のセンスについて、重点を置いて審査をさせていただきました。今回のワコム賞は作品名、花がすみを選ばせていただきました。おめでとうございます。選考したポイントといたしましては、お一人で制作されたのもさることながら、世界観設定とキャラクター、さまざまなデジタルツールを駆使して作り上げたまとまりの良さを感じましたので、この作品を選ばせていただきました。今後もマルチクリエイターとしてご活躍を、期待しております。いつか、イベントか何かで、ご一緒できる日を楽しみにしております。この度は誠におめでとうございました。はい、ということで、鈴ヶ根野の、花がすみワコム賞おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。すごい、パッと見た時でイラストが素敵だなって思ってたので、うん、確かにワコムさん、はい、ね、納得ですよね。納得でございます。このペンタブレットを贈られるということで、今ゆずはさんがちょっと消えてしまっております。あー、出てきましたね。戻しました、すみません。はいはい、ゆわりと出てきましたね。はい、すべてお一人で制作ですね。デザイナーながらもプログラミングも行っているというな、ことでございます。すごいすごいですね。そう、あとこれ見て思ったのが、はいはい、VR 対応とかもしたらめっちゃ面白くなりそうだなって。めちゃめちゃ面白そうね、思いました、はい。このあサウンドも作ってるそうで、このままあの VR の知識を身につけていただければめちゃめちゃ最高のゲームになるんじゃないかなというような、最強ですね。はい、
はい、こういった形で、鈴ヶ根の様には、ワコムの、ワコム様の、インティオスプロミディアムが贈られます。はい、おめでとうございました。おめでとうございます。